悲しくありがとう。楽しかったよかった。私も楽しかったさっきぶりお話し会ありがとうございました。ジャニーさん、紅茶ありがとうございます。元気です。バースデーガールと会えました今日入れ替えであった。そうね、耳なくなったし、ツインテールじゃなくなった。取った取りました。今日のお話し会で見かけました。ちょっと違う人だと思うお揃いの猫耳ツインテールできてよかったね。ちゃんとツインテールしてたそう、ちゃんと宣言した通りやらせていただきましたちゃんとやりました。偉いは言わないけどよくやったでもなんかほぼ全然途切れなかったから、そうあのぐらいを毎回にしていきたいなってすごい心の底から思いましたそうなんかすぐにあれなの、次っていくから、そうどんどん楽しくなってきちゃって、そう途中で止まらないって素晴らしいなって思った。そう終わってもだってまだ会話できるんだよそういいことやってなりました。今5位です。だいぶ落ちちゃった。参加するのがね初めてだし、参加する意思が行動が大事かなと思って、とりあえずそうまあね、そう少しずつ私はこうやってイベントに参加して箱を大きくしていけたらなと思います。そうなんかあれ何の話だでもやばい、最近何言ってんだろう。そう私はそうファンの方をいっぱい捕まえるのをそう目標にしてね、これからもやっていきたいと思います。ジロリーさん、こっちありがとうございます。のんちゃんのお話し会楽しかったから次のシングルも撮りますね。ありがとうございます。よかった、楽しんでもらって。それで楽しくないから次撮りませんって言われたら悲しい応援しちょるよ、ありがとん。そう春から JK ジロリーさん、紅茶ありがとうございます。もう猫耳は取っちゃった。そこにいるのは行動力ののんちゃんじゃないかそう行動力ののんちゃん、本当に最強ツインテールだったね。なんかすごい褒めてくれたねるぷーさん、ハートありがとうございます。猫耳の次は豚っ鼻だね。やりませんやりません。素晴らしい考え方だと思います。ありがとうございます。ねるぷーさん、ハート100個ありがとうございます。私も次も買いますね。ありがとうございます。絡み取られたら抜け出せないお話会って噂ですな。あ、そうなの？あ、そうなの？とか言ってね。ね、なんかゆっくり話せる方が今回多かったなんか追加で買ったよみたいな、すごいいっぱいいて嬉しかったね。あ、ね、なんか金髪、そうなんか最近さ、そうゆきねえもやってたけどさ、なんか金髪ってやっぱなんか目立つからさ、そうかっこよさがあるなって思う。そうなんか黒は黒でいいんだけど、個人的になんか茶色とかさじゃなくて、なんか かなり印象変わるじゃん、金髪だとさ。そうハイトーンだから、そう自分がやるかどうかは置いといて、普通にすごい良かった雪姉はもう染めちゃってるけど、また元に戻ってます。よしゆみさん、じいじありがとう合ってんのかな。ねるぷーさん、ペンライトありがとうございます。そう、髪長いと色々できるんですよ。あんまできないんだけどね、研究生だから。そう、まあでもやれることは増えるか、プライベートとかで。可愛いと言わされました。そう、可愛いと言わせました。どうって言って。そう、それで可愛くないって言わせないようにした。絶対に触れさせるっていう。瞳の話できてよかった。そう、なんかもうずっと瞳の話してたもんね。そう、だからなんか大満足そうだった。いや、全然少なくないよ。なんか、そう。いや、1枚でも十分嬉しいんだけどさ、そう、なんか人によってなんかちょうどいい長さって違うからさ、そう、なんか、ありがとうありがとうありがとうで終わるよりかはさ、ちょっとゆっくり話せた方がさ、あれじゃない、お互い気が楽じゃない全然だから少なくなかったよ。全然普通にゆっくり話せたいつかお話し会行ったらよろしくお待ちしてます。雪ね、そう、すごかったね。なんちゃんお話し会ちょっとテンパってて会が「はっはっは」ってねそうなってたね。かずあきさん、バラありがとうございます。そうな、私初めていい件2回連続で出れるって喜んでたのに、まさかの大喜利っていうちょっと残酷っていうか悲しさがあった。のんちゃん金髪になったら震え上がるから予告してね。予告しない方が震え上がるんじゃない予告しない方が。まあ染めないんですけど、まだっていうか、なんかいつか染める計画立ててんのかって感じだけど、今んとこ染める予定はないです。次の意見お願いします。もう私もちょっと怖いので。でも大喜利ちょっと、でも楽しみと不安両方がある両方があって、そう、最終的に楽しかったで終われるのか、それとも号泣で終わるのかそうどうなる。のんちゃんのお人柄に救われました。いやいや、ありがとうございます。次回のシングル、のんちゃんのお話し会に参加しよう。ゆきね、もうゆきたんも初見で行かなきゃなのに。無理しない程度に来てください。いや、無理して無理してって。そう、なんか結構癖のあるお題があって、そう、どうしようって。猫耳誰のって言ったらドンキーって言うし、お洋服誰のって聞いたらひにゃねえのっていう。いや、猫耳誰のが一瞬猫耳どこのに聞こえて、あ、ドンキだよって言って、お洋服誰ので、よくなんかさ、アイドルの方にさ、なんか私のって言わせるやつ思い出したけど、なんか自分のって言ったらいいのか、その相手の名前を言ったらいいのか分からなくなっちゃってそうで、最終的にそう「誰の?」って言われて「あ、私の名前言わなきゃなやつじゃん」って思い出しました。高校デビューしましょうね。次19日終わったらね、もうあれですね、応援歌はじめ押す。フレーフレーのんちゃん、フレーフレーのんちゃん、フレーフレーのんちゃん、オースバイバイだってでも高校、場所によっては染められるよ。場所によっては。大喜利はまずのんちゃんに選んでもらえる答えを出せるかが課題。確かにっていうか、私のセンスにもかかってますね。そう、どれだけなんか怖いね。だって人のツボと自分のツボって違うやん人見知りなんで震えながら行きますね。わかった。じゃあ一人でペラペラ話してるよなんで震えてんだっつって。かわいい、ごめんね。いえいえあれってなっちゃって。なんちゃんのお話し会は人見知りの方でもあし、あ、ほんとよかったかそう、全然心配せずに来てみてください。せっかくいい答えを思いついたのにお題が出題されなかった。あ、確かにそれはね、逆に出ないこともあるのか、そのお題が。なんか出なかったら悲しいよね。ちょっと全部が出るとは限らないのがどうしようね何がいいんだろう。ちょっと片しながら話してますがお気にせずそう無事ヌオも見せられたし満足です。でもヌオはこっちにつけたくない。こっちでいっか。のんちゃん発想はピカイチだけどごじりそう。わかる、ごじりそう。のんちゃん猫耳可愛かったし、私もメイクうまくいってもらえたので今日は大満足です。よかったよかったよ。そう、今日はあれ、なんか意外にツインテール、あの高さ久しぶりにやった。もう私小学校の時点でツインテールだいぶ嫌がってたから本当に久しぶりでした。なんかさ、茶色に染めてさ、プール通って色素抜きましたみたいな言い訳する人いっぱいいそういっぱいいそうじゃない。のんちゃんにハマりそうなの答えをくれたらいいな。いっぱい探しておきますざんざんざん、姿が臭ないで大丈夫です。私人見知りでほぼ可愛しか言ってないですが、それでもお話し会楽しいだってだってよかったよ。てかさ、帽子かぶっちゃったから前髪がもうぺったんこ巻いてたけど。鎌倉殿様、ハートありがとうございます。そう、最近隠れたくて帽子をかぶってるんじゃなくて、なんか帽子かぶってると落ち着いて帽子かぶる。なんかマスクと帽子があるともうほぼその目すら危ういから、見えてないから他の人から。そうだからなんか落ち着くんだよね。そうだから自分は見えてるけどなんかほぼ他は見えないみたいなそう、自分もなんか軽く見えてないけど、そうなんか顔がもう包まれてんのそうだからめっちゃ落ち着く。手紙で数字教えますよ。あ、数学やばい、数字に数学ね。あ、なんか問題出してくれんの次回のシングルは無理して頑張って参加します。お願いしますそう、1回目に演じをやりたくて、できたら、そういつかはまだ決めてないけど何回目かでなんちゃって制服やりたいなっていうのが理想痛い、理想。肘ぶつけた。のんちゃんにハマってしまった。あ、よかったそう、なんかさ、たまに変なあれ言っちゃったかなと思って、あ、なんか問題発言をしたとかじゃなくて、なんかちゃんと返し合ってたかなみたいなそう、それがあれだったけど、どうだったんだろう。あ、そうか、のんちゃんの大喜利の答えを書くときは全部ひらがなにしない。確かに読めなかったら採用できないわ。漢字で書くけど後ろに振り仮名書いておいてください基本会話適当ですが、基本適当で今までいけてるなら絶対大丈夫いけると思う。まさかの第三の目を海岸か。新しい才能、私の埼玉ギタさん、バラありがとうございます。星もありがとうございます。バトル中、あ、イベント参加中です。超10代のアンバサダーのオーディションかなやってます。痛い理想だってあ、そうか、ぶつけた後に言ったからか。よろしく怖い人がいる。こんにちは。振り仮名ね。メモ。適当って俺のこと。でもノープランでもさ、なんか意外とフォフォンって終わったりしない意外と終わんない。そうだからなんか情報量が多い人はどこから触れようって考えて、そうやってる。そう、なんかたまにね、めっちゃなんか情報量が多い人がいるんですよ。面白いよね。トリッピーさん、バラありがとうございます。まあ、ある意味バトル中か。人生息抜きの間に生きてる40代。息抜き大事で。いっぱい息抜き。振り仮名入りの大喜利。のんちゃんが国語のテスト100点だったよ。それはなぜ？大喜利。お題。いい、ちょっとやろう。なんで取れた？チラリーさん、小判ありがとうございます。やっぱりお話し会の時って本名バレてるよな。でもなんか名前変えられない？あれ。なんかたまに、あ、本名になっちゃったって言ってる人いるけど、なんか、あれ、ショールームとかのニックネームにしてる人もいるし、多分あれ変えれると思います。もいなさん、こんにちは。福地さん、バラありがとうございます。ノープランだと3枚が限度ないよ。じゃあちょっともうちょっと考えよう。じゃあ考えよう。情報量が多い人とは。なんか今日はなんかスタジオを借りたらしくて、それでなんか制服着てるおじさまがいた、お兄さんがいて、そうで最初気づかなくて、制服着てるんだって言った瞬間、リボンが見えて、あ、本当だそう、なんか馴染みすぎてて逆に気づかなかった気づかなかったね。あとなんだっけ、クリスマス前だったかな、誕生日ぐらいだったかな、なんか音楽かけてペンライトでなんか踊ってるのその急にミュージックスタートして踊り出すから、そう面白い。今度一度究極に情報量増やして参加してみたい。いや、もう今以上に増えたらだいぶ大変よだいぶ大変よ。やばい、自分話し会ツッコミどころあるんだけど、結構あるよ。漢字の問題が出なかったから。名前変更期今回本名だった。あ、そう、変えられるあれがあるのか、なるほど。問題がひらがなの50音書きなさいだったから。あ、それいいね画面に本名も出てくるとか聞いたわよ。嘘、本名はいや、なんかニックネーム、その設定してあるやつが出てきます。わかんない。なんか大きく出てくるのはそう、そっちだった。先生が採点するの面倒になって全員無条件で100点にしたから、ちょうど漢字たくさん書いてある湯飲みでお茶を飲んでた。名前を書くだけのテストだったから。以前はニックネームと本名両方見、そうなの？なんだろう、大喜利いいのいいのいいの。なんかさ、個人的に好きなのありすぎて、なんか選ぶの大変そう1、10、100、1000、万、20万点満点の20点に、言えなくなっちゃった。なんだろう、事前に、そうでそう、セーラー服ではないなかった気がする。なんか制服って感じの自己採点だった。それにしよう、自己採点だったからそうイベント頑張ったねって褒めるだけの予定だったのに、猫耳ツインで逆に焦った。そうだから、今日猫耳ついの日かってなんか言われたりもしました。のんちゃんには怒られたくないけど、多分怒んないよ。のんちゃんは本名を知る方法を覚えたわ。覚えてやる星投げ完了したよ、ありがとうございます。じゃあアイシャドウめっちゃ濃く塗っちゃったじゃあ今度から見よう。なんか100点満点で慣れてるから、なんかさ変わると言いにくくない？なんちゃん、私セーラー服はそんなに着たくないって言ったら失礼だけど、セーラー服顔じゃない気がする。なんかベストとかの方が私はいい気がする。猫耳ツインテールでスタンバってた時、今日本当に猫耳ツインの日だよなって。そうだよね、私も今日だよね、今日だよねってちょっと思ってたし、あとキャキャネの誕生日もツイートした後にあれ違かったらどうしようと思ってそう再度確認したよね。そう、違かったらなんかもう顔見れないと思って髪型目当てで買う人はもちろん増えるけど、無条件で買ってる人はそう、いつも買ってくださってる方とかはあ、今日かーって言ったりしてました。そう、ブレザーとかが私はいい気がする。ブラウスとかね、そう、ブラウスとかメンバーが可愛い服着てると用意してた話するか迷って事故るよね。ああ、そういうこと。その服に触れた方がいいのか、自分の用意してた話をするかみたいな。最終的に私いろいろ混ざっちゃいそう。私だけ猫耳ついになったらどうしようってなってた。こうやってやっとくよどうしよう。とりあえず45分までやりたいと思います。45分までやって、45分、あれ私前のやつ何分やってました？記憶にない。やばい。それで残りの時間分を次に回したいと思います。6時10分。ブレザー、あ、ネクタイやってみたい。でも多分ネクタイ顔ではないネクタイ顔ってなんやねんって感じだけど、でネクタイで制服のさ、ズボンのやつ、スラックス、なんでお前がわかんねえんだって感じだけど、ズボンのやつスワックは違う気がする。スラックス、なんか発音が違う気がする。だとしても朝も読んでよ。スラックス、あ、合ってる45分と、じゃあ45分か。めんどくさい計算だな。いや、簡単だろって思うかもしれないけどね。お隣さんがうるさいですね。兄なんですけど。友達とゲームをしているっぽいです。もう少し静かにしてほしいなうわ、やっぱダメだね。これでいいや。あ、良くない気がする。いや、いいや。これ何のやつ？あ、じゃあいける、じゃあいける。1時間半もうね、どうしよう。1時間やっちゃうかな。6時までやっちゃって、6時10でもいいか。そうしようかな。分かんない、どっちがいいと思う。6時45に終わるか、あ、嘘、5時45に終わるか、6時に終わるか、どっちがいいと思いますか？壁に向かって壁ドン。もう私がうるさくしただけになってる。わかめだけのカップ麺、知らない、何それ20時でイベント終わるし、残り分は18時10じゃなくて20までにやるよね。確かに。じゃあ45と45でどうしよう。じゃあ1時間15分やって、残りを19時に回すでいいかな。どう思いますか？壁ドンするのんちゃんは見たくない、したくないですよ、私だってしたくないよ、私だって。また難しい計算が1時間15分やるかよ、やって20時に終わるように19時から始めるか、さっき言った5時45に終わって6時10分から始めるか、6時までやるか。この配信も45分やったら1時間半だよ。17時45で終わって18時半から20時。そうしようかな、そうしようと。みんなの3週のリズム把握してないけど、そう、私もちょっとごめんなさい、ゲリラっちゃゲリラだからあれだけど、とりあえずじゃあ17時45に終わって、これでいいか。のんちゃんの頭から煙出てきたか。ほわほわほわー。出てきた。むーさん、こんにちは、ありがとうございます。参りました。だって。テロップ打つの。ほんと早い？まあ、そりゃ普段から打ってますから。でもあれ、ローマ字は遅い。究極に遅いです。で最近頑張ってる鳴らすために。そうだからパスワード打つの本当に遅くて、こっちに慣れちゃってるからあまり参加できなかったけど、星集めで投げれるだけ星投げるよ、ありがとうございます。のんちゃんがパンクしてそう、私がパンクしてるよ今、頭がもうだいぶ前から煙見えてた、シューってしてますね。もう仕事なのでこれで脱出するね。頑張れ。ありがとうございました。そう。髪の毛だいぶ伸びたなって今日思った。そう、木原さんに会ったみたい。髪伸びたねって言われる。長いねーか言われる。水かけるからじっとしてて。終わった日テレの番組見たよ、のんちゃん。ありがとうございます。お兄さん、バラ、ありがとうございます。ちょっとミニストップでアップルマンゴーパフェ買ってくるわ。ちょっと2つ買ってきて2つ買ってきて。危険で途中通称最高すぎた、よかったそう、あの写真は絶対誕生日にあげたいと思ってたから、そう撮っといてたんですよ。あ、さよならモーリーさん、面白かったですね、ありがとうございます、よかった。なんか私だけガチ不満言ってるみたいになっちゃって、そうアップルマンゴーパフェ美味しそう。最近パフェ食べてない。お兄さん、バラ、ありがとうございます。そう、次回はちょっといろいろすごいと思うよ。18時半から19時半で切って、18時31分から20時やってくれるとカウントできるので嬉しみ。あ、もう1分でまたポイって始めればいいってこと。あ、じゃあそうした方がやりやすいならそうしようかな。そう、もう最終日だからね、楽しもう楽しもう。もうじゃあそうします。18時半から次はやるから、どちらにしろ。今回ガチ不満言ってるの、空の印象が強かったな。知らんがなってね。まあ、それは多分みんな思ってるそう、なんかもうね、認知の仕方なんてみんなそれぞれだからね。そう、違う子に聞かないであげてそう、ご本人に言ってみてくださいねえ、あっという間だ。今何分？45人終わらせるために、42分にランキング読みたいと思います。442分に壊れた機械並みに同じ言葉を繰り返す待って、今日本当に良くない？良くない興味ないよって思うかもしれないけど、良くない？アイシャドウ良くない良くない？ちょっと濃かったかもしれないけど、こうやって見たらなんか濃いけど良くないみたいな。濃いけど良くないみたいな。そう、個人的な意見です。なんか変なコメントっていうか、なんか、もう私たちの口からは何とも言えませんみたいな。そう、ちょっと私からは何も言えないっていうコメントはありますね。いや、私もなんとなくそう、知らんがな、マジおもろかった。のんちゃんを認知するにはどうしたらいいですか？この子を目印にしてください。それか、今のままだったら、18期が入ってくるまでは、AKB48 最年少で調べたら多分私の名前が出てきてくれるはずです。はず。のんちゃんに認知してもらうにはどうしたら？コメントいっぱいする。言わせるタイプね。そう、強制的に言わせるタイプ。どうって。ちょっとめんどくさい系の人ですね。テレビだから言わなくていいこともあえて言わないとバラエティは面白い。確かに。そう、なんかもうあそこで言うべき、ほんと。そう、だから普通に言いました。ヘニュリングッズ欲しい。室長さんが1500人いったら作れるよ。作れるんだよ。そう、もう、あと10人で行くからね。ちょっとみんなやめないでね。やめないでね。うん、いい感じ。アイシャドウなくても可愛いけど。天才、ありがとう。なんちゃんに認知されたい。いっぱいコメントしてください。もうコメントしてくれてたらもう自然に覚えるので。明日は東京雨影響あり。なんか天気予報教えてくれた。明日雨なのか。あ、だから明日から冷えるよみたいな言われたのか。そういうことね。紳士な羊さん、ハートありがとうございます。ほんとほんと、1500人で、なんかグッズ作れるみたいで、私、ヘニョリングッズずっと作りたいから、そう、売れる売れないじゃなくて、作りたいから、そう、やりたい。そう、世界にこの子を拡散したい。そうなので、お願いします。室長もやめた後、もう一回入ろう。今月はいいこといっぱいだよ。ここねちゃんの初日公演と、あと、桜の下で待ってるねのファンミーティングがあるし、そう、いろいろあるよ、今月。そう、あと、私のは終わっちゃったけど、ここねちゃんの、誕生日のチェキがある。そう、名前書いてもらう。名前とサイン入りだよ。そう、ちょっと私のはもう終わっちゃったけど、あるよ、いろいろ。なんちゃん結構コメントできるのすごいよね。でもなんか話しててなんか面白くないなって思っちゃって、そうなんかもうちょっと自分が言って、あ、もうこれ私うまくやったわって言えるぐらいうまいコメントがしたい。絶対やめません、お願いします。そう、まず2000人いかないといい件なくなっちゃうから、そうお願いします。みんな見たでしょ、いい件でみんなが鍛えられたから多分ぐらい喋れてんの。さよなら毛利さん。そう。場がなくなったら、成長する場がなくなってしまう。なのでご協力お願いします。そう。今のイベントには関係ありませんが。お話し会で私のことすごい分かったみたいだし、のっちゃん実は頭良さそう。でも頭の回転は早いって言われます。記憶力とかお勉強とかを、はあんま良くないかもしれないけど、回転は早いってすごい言われます。そう、地頭良さそうに関してはちょっとわからないけど。今日のみずみんや今日の私かわいいって何回も聞かされた。さすが17期の重い女。ね、確かに言ってそうっていうか言ってたのか。紳士な羊さん、ハート100個ありがとうございます。次回室長言えなくなっちゃった。やめとこう、もうやめとこう。もう疲れてるんだ。私今日寝てないの。今日寝てないの、私全然。自業自得だけど。マンゴーめちゃくちゃ入ってました。ねえ、食レポしないで食べたくなるでしょ。食レポするな。のんちゃんは話し会覚えるのがすごいと思う。なんか覚えられるときはめっちゃ覚えられる。コメントの効果は大きいと今日感じました。そう、本当にコメントしてくれた方が私はすごくありがたい。配信も話せる内容増えるし、そういっぱいコメントをしてくれることによって、そうアイコンで最初覚えちゃうけど、なんとなく名前覚えられるんですよ。その名前のまま来てくれればお話し会であってなるし、そうだから個人的にショールームはすごく嬉しい場所ですね。自分のお友が国交をおしましになったので出場になってもらいました。ナイス。ナイス。ヘンリーの等身大抱き枕作りたいもんね。これ隣に寝ててほしいの？ヘニョリンの等身大はやばい。いっぱい劇場行って頑張って認知もらえるように頑張ります。ショールームもいっぱい来てください。いつも通り。いや、いつも以上。そう、もう、上司の前で見てるぐらいの勢いで見てください。のんちゃん、お話し会参加できなくてごめん。いやいやいや、もうショールーム来てくれるだけでも嬉しいよ。1700人のねソロイベントどうなるかね。てかまずみんな忘れてないよね。1000人の宿泊合宿があるからさ、ちょっとそれがね一番怖い。何やるか分かんないが、ヘニョリンはまあ別に本当にこんぐらいのを予想してこれよりもちっちゃいのを想像して作ってたから、そんな大きいわけではないんだよね、実は。そう、だから抱き枕ほどじゃない。なんかミニ抱き枕ぐらいの、クッションぐらいかな。向きなら。クッション向きな大きさだと思う。マスコットとか。たくさんバラエティやる機会あるもんね。そう、だから、お願いします。皆さんかわいい。ありがとうございます。のっちゃん基本返しのプロかと。いや、なんかどうせさ、そうやって褒めていただけるなら自分の中でも、あ、うまく言えたわってなんか思いたくない？もうそこまで来たら本当のプロだと思う。のん研が始まるって聞いたけど、のんちゃんが成長していくための研究所。何人見てくれるのかな。本当研究所は入るべきよ。本当だよ。いい企画だよ。こんにちは、きょもちゃん、紅茶ありがとうございます。よし、じゃあ出場一回やめて入り直すか。入り直さないで。やめてください。私かわいいって聞けばよかったかも。ああ、確かに。それもよかったか。じゃあ次やろ。私も右回転にはよく回ります。なんで回るの？しかもちゃんと右回転なんだ。ちゃんと方向が指定されてる。右？激減。そう、激減だ。ね、漢字はあんま好きじゃないわ。そっか、現象、あれだ。なんで出てこなかったんだろう。恐ろしや。まだ中学生だもんね、だって。でも習ってる感じなのよ。ソフトの甘さががっつり。その代わり心から冷えました。心は満たされたけど、体は寒い。アイスの弱点。冬の。その、アイス美味しいけどね。そう、心は満足になるけど、体が寒い。そう、弱点ですね。はじめましてのお話し会ありがとうね。めっちゃ楽しかった。よかった。ありがとうございます。認知なんて、公演見に行きたい。ぜひ。まだあれやってるかな、28日の出張さん公演だから、ちょっと出張さんになってないとあれではあるんですけど、まあ、もしまだなんか出張さんになるにはハードルが高いなっていうのがあれば、今月か来月に公演があればぜひ投げてみてくださいあ、それか DMM 入ってたらそれでちょっと下見じゃないけどしてみるのもありかなと思います。そう、一個一個別にあれでしょ、お金がかかるわけじゃないから。そう、 DMM はポーンって払っていっぱい見れるよってやつでしょ。いつも以上ってことは配信しない時も来いってことか。そう、常にのんちゃんの部屋に待機今日のお話会さんの参加は難易度高かった。いや、なんか来ないかなって思ってたなんか昨日言ってたから。暖かくなったらそうね、花火やりたい。所長見てる？花火やりたい私そうやりたいですね。あ、確かにオリジナルアバターも今日のお話会の参加が、あ、なんか2回読んじゃったおがけんさんこっちありがとうございます。やばい時間だ。のんちゃんの配信見れば17期のことがわかるかもしれない。実は今日4本ほどあ、ほんと？そう、なんか音声ちょっと途切れてたからかな。お兄さん困っちゃったというわけで、可愛かったですか？可愛かったです。というわけでランキングを読みたいと思います。読みまーす。時々のんちゃんが中学生だってこと忘れる。あ、ほんと？よかったのかな。ではランキングを読みます。13位、カズさんありがとうございます。長いなここ。12位がレイレイさんありがとうございます。11位がベベモンさんありがとうございます。10位がよしふみさんありがとうございます。9位がねるぷーさんありがとうございます。8位がきょむちゃんありがとうございます。7位が紳士な羊さんありがとうございます。6位がおがけんさんありがとうございます。5位がジロリンさんありがとうございます。4位がアニーさんありがとうございます。3位がわたさんありがとうございます。2位がむーさんありがとうございます。そして1位が斉藤もげたさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。あれ、なんか開いちゃった。どうしたらいいんだろう。ここでいいのかな。あ、合ってた。というわけで次は18時半から始めたいと思います。それでは一旦バイバイしましょう。バイバーイバイバーイ。コメントちょっと読んでよバイバーイっていうのが出てきたらやろう。そう、ちゃんと閉じたいと思います。